日ごとの糧、2024年4月2日。高く崇められて永遠に今し。そんなお聖と唱えられる方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、打ち砕かれて屁り下る霊の人と共にあり、屁り下る霊の人に命を得させ、打ち砕かれた心の人に命を得させる。イザヤ書57章15節。二人が一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。ルカによる福音書24章29節。イエス様を引き止めて食事に誘った人たちは、イエス様の十字架と死という現実に打ちのめされていた人たちでした。精神的な支柱を失って本当にどうしたらよいのかわからないほど混乱していたと思います。そういう二人の招きをイエス様は受け入れ、彼らの心を再度命の光で照らしました。まあ、みちみちイエス様は彼らにご自分のことを聖書全体を通して語ったというふうにあるんですけれども、最終的にイエス様は彼らの食事を、まあ、受け入れるわけですね。そして、こう、パンを割く。で、そこで二人が、ああ、イエス様だってわかるっていう出来事ですけれども、いずれにしても、その状況のこの二人は、心が混乱していて、本当に落ち込んでいて、どうしたらいいかわからない。まあ、そういう人とイエス様は一緒にいてくださるということですよね。イエス様に対して、主よ、どうぞ私の心に来てください。そして、こんな私を導き、助け、救ってくださいと、丁寧に願ったら、イエス様は決して拒むことなく、その心に来てくださいます。御言葉の光で隅々まで照らしてくださるでしょう。まさに命を得させてくださいます。このイザヤ書の言葉の中には、その打ち砕かれて屁り下る霊の人と共にあるとか、屁り下る霊の人に命を得させる、打ち砕かれた心の人に命を得させるとあって、やっぱり失望落胆って人間にはつきものですけれども、そんな折に絶望しないで、自分で勝手にこう答えを出してしまわないで、イエス様にすがると言いますか、イエス様お願いします。イエス様心に来て、心を落ち着かせてください。そういう思いでイエス様を迎え入れる心というのはとても大事なんだと思いますね。良い一日になりますように。
悲しみの中で喜びを、不安の中で確信を、絶望の中で希望を、持てるような神の奇跡が、心の貧しい者たちの中で、心の貧しい者たちの中で、日々起こされて君の奇跡は。